おはようございます。お食事をお持ちしました。ドクター、お食事をお持ちしましたが。ドクター、どうかされましたか。失礼します。おはようございます。今日は雨が降ってますね。珍しいです。この辺りはめったに雨が降らないので。乾燥しているせいで慣れないうちは大変でした。そうですね、化粧品もこっちに合わせて買いましたから。関心？それぐらいは気を使いますよ。でも気がついていただけたのは嬉しいですね。何かあったんですか。ん？いえ、なんとなく思っただけです。お気になさらないでください。ドクターはアリッサのムスクがお好きなんですね。お食事の支度をいたします。お待たせしました。今日の朝食はラザニアをメインにお召し上がりください。おはようございます。今日もお仕事頑張りますわ。私はメイドですよ。
ですわよね。メイドってことくらいわかりますわよね。私ったらとんだ勘違いを。それでお仕事ですわよね。私はナースメイドですわ。違います、看護婦じゃなくて子守りをするメイドさんのことを言うんです。私の子供じゃないですわよ。真っ赤ですわ。子守というのはルーシーのことですの。どうかしましたか？してますわ。ご機嫌だから。ねえねえ、行こうと思ってたんだけど。日本ってさ、電車に運転手さんが乗ってないんだよね。みんなコンピューターが動かしてるって本当？日本なんだからケチケチしないで空ぐらい飛んだっていいのにね。どうして？私のお父さんも古い車持ってるけど、もう使い古してボロボロ。これはみんな乗ってるもん。
時の続きするね。ドクター、暇そうね。それはそうね。私、ハウスメイドなのよ。各部屋の管理とか清掃が仕事よ。別にそうでもないわ。私から見ればドクターの方が大変だと思うわよ。ええ、今は暇そうに見えるけどね。この部屋の前をうろつくな。おはようございます。雨すごいですね。私は雨でも晴れでも仕事漬けですよ。私はスカラリーメイドなんです。それはラリーです。もうドクターったらお茶目さんですね。私の仕事はお皿洗いなんです。はい。そうなんですよ、もう大変です。服とかも濡れちゃうし。なんか怪しいな。ビアンコが足りん。心なしか足りん。そこのお前。
お前以外に誰がいる。お前、ビアンコ持ってこい。光の速さで持ってこい。うわございます。私はパーラーメイドですので、客間の管理などをしております。まだ見習いでして、大体はクリスさんがやっておられています。そんなところです。ドクター、休憩中です。ダイアルカナです。シルビアーナ様にはとても及びませんが、カードなら少しだけ。私は9枚のカードを使います。一番基本的なやり方です。22枚のカードを裏にしてかき混ぜ、それを集めたら上から順に5枚を十字の形に並べ、続けて4枚を十字の右側に並べます。あとは決められた順番でカードを開き、意味を読み解いていきます。はい、意味が読めるかどうかが重要ですから。このお方のことを占ってました。漂白の旅人を暗示するカードです。ドクター、よろしかったら占って差し上げましょうか。はい、はい、ではお座りください。始めましょう。
なたの望む未来を思い浮かべながらカードをかき混ぜてください。まずあなたの現在です。釣られた男の客、打算的な行動を暗示してます。しかしあなたは本来とても勤勉で真面目な方です。周りを見ずに突っ走ってしまうほど。しかしそのことが災いし、あなたは最近トラブルに巻き込まれ無気力な生活を送ってましたね。それ以前のあなたは仕事も友人関係もまずまず順調だったはず。今は試練の時です。そんなあなたが生まれ変わるためにあなたに手を差し伸べ共に新たな未来を築いてくれるパートナーは星のせい。私ではないと思います。星のせいは希望、喜び、明るい笑顔の暗示ですから。6枚目から8枚目を開けます。皇后の正、正義の逆、審判の逆。愛されることと世界への反逆。これから起こる出来事に力強く立ち向かってください。優柔不断な選択は愛を得る機会を失うでしょう。そして結論です。9枚目最後のカードは愚者のせい。やっぱりこのカードが。何度占ってもまとわりつくように決して離れようとしないカードが出てしまう。タロットではよくあることです。どうかお気になさらないでください。ドクター、つまらないことにお時間を取らせて申し訳ありませんでした。休憩時間
終わりです。